んちゃん、おちてみもちゃです。ブラックです。ということで今回もセブンニングレバーブリ1000日やっていこうと思うんですが、今回はですね、久しぶりの監督紹介やっていこうかなということで、今回ね、紹介する監督はこちらになります。ワルテル・ゼンガということですね。まあ、ゼンガ監督って釣り型とかでも確か来てたと思うんですけれども、1個前が釣り型なんだけど、はい、まあ、この前のそのアップデートみたいなのが入って4312の形になったと。オフェンシブ戦術がまあこんな感じですね。カウンターロンパスサイド、フォーメーション重視で一人の調子セーフティーで、ディフェンシブ戦術も攻撃タイプとか守備タイプとは変わらないんですけれども、このアプリにね、記載されてない裏の数値というのがあるんですが、それがですね、オフェンシブ戦術だとサポート距離が7、ディフェンスの高さが4で、コンパクトに6で、これディフェンシブになると、サポート距離が8になりますね。ディフェンスライン高さが3で、まあ、コンパクトセンスが7ということで、まあ、もちろん TB はですね、コンパクトセンスが高い方がいいんじゃないかなということで、ディフェンシブで使用してますと。4312の中では珍しい、そのラインが低くて、まあ、コンパクトセンスそこそこ、そう、まあ、7ある、はい、結構120ぐらい、はい、上げてて使ってる監督なんですけど、まあ、中キュッと、してるタイプのやつで、タイトルにも書いてあると思うんですけど、守備タイプがリトリートセーフティーということで、はい、守備タイプリトリートセーフティーが結構開幕を本当に阻止できる、はい、監督ということで、特にね、4312同士の戦いって結構開幕決めた方が勝つみたいな、ね、そうですね、のもあると思うんで、まあ、おもちゃ TV の方でも結構最初セティエンとかね、はい、使ってた頃は、まあ、どうしてもしょうがない開幕っていうのは結構決められてて、うん、セティエン自身がね、ちょっとライン高いっていうのと、あとフォアチェックアグレっていうのもあって、結構裏取られやすいんでやられちゃうんですけど、この監督にしてからは結構めっきりそれが減ったということで ね、ぜひね、開幕とかに、うん、ちょっとやられて困ってるんですっていう人は、はい、この監督ちょっと使ってみてほしいなと思うんですけど、まあ後でね、そのオンラインとかの、はい、開幕どんな感じで阻止してるかっていうのと、まあ、この監督の攻撃とかもね、見せていこうと思うんですけど、まずはね、人選の解説からですね、はい。ということで、まあ、最初ですね、まあ、こちら FP と、まあ、通常選手で組んだ場合のスカットをね、最初お見せしようかなと。これ最初で IM とかをちょっと組んじゃうと、最後まで見てなくて、IM ばっかで草とか、IM しかおらんっていうコメント来ちゃうんで、まずこちらから最初、まあ、紹介していこうかなということで、まあ、ほんとポイントだけですね、ほんと抑えるのは。うん、まあ、キーパーはやっぱり、攻撃的 GK 使って、まあ、ノイヤ。で、後ろはですね、3CB で1枚上げてるんですけど、まあ、右サイドバックはやっぱりワンパ持ち。後で見せる方の IM スカットでプシュロ置いてるんですけど、やっぱワンパ持ちを1枚置いておくのがいいかなと。で、中央は、IM スカットでも同じで、まあ、もうほんとバランとグリバリ、うん、まあ、これほんと強いんで、体強くて足速いっていう、まあ、ちなみにこの FP になってるところは大体通常でもまあいいのかな。クリバリとかバランはね、はい、全然いい、特に通常でもいいのかなって。アスピリはちょっと厳しそうだけど、そうだね。だからアスピリね、持ってないとかって、これベンチにいるこの、バリオス、うん、全然これ通常でここ入れてもらっても相当強いんで、バリオスで全然代表効きますね。で、左はジョー・ゴメスってことで、今回1枚上げてるんですけど、うん、まあ、4312で、この監督ってサイド攻めなんですよ、うん、なんでサイドから結構攻め上がることが多いんで、1枚ねサイド使うで、やっぱ1枚サイド使うっていうのも、もう一つ理由があるのが、やっぱ4312にどうしても中央中央中央になるんで、まあ、サイドバック1枚ジョー・ゴメスみたいな足速くて、まあそれなりにやっぱ足元のボールコントロールが選手を1枚置いておくと、まあ、攻めやすいのかなというふうには思います。同型同士だとね、特にもう真ん中がっぷり押すみたいな感じになっちゃうから、うちょっとビルドアップするときにね、外に逃げたいみたいなときに、ね、結構サイドバック1枚上げておくと楽ですね、はい。で、まあ、DMF はね、やっぱアンカーがいいかなということで、いろいろここビエラ置いたりとかも試したんですけど、はい、4312の場合って、まあ、このビエラとかもそうなんですけど、上がっていっちゃうと真ん中にぼっこり穴が開くんで、まあ、言うてもね、コンパクトですが7なんで、はい、まあ、やっぱね8とか9あれば、まあ、そのハードプレスでも考えたんですけど、まあ、7ぐらいだったらね、安全策取ってアンカーの方がいいのかなって、まあ、特にリトリートセーフティーなんで、ちょっとがっつりこう引いて守るっていうところでは、まあ、アンカーとか置いておくとね、よりいいのかなと感じですね。で、まあ、2枚はですね、ザニーオーロとレナス・サンチェスなんですけど、まあ、ここはワンパスルパ持ってればいいかなっていう感じですね、うん、で2列目と、まあ、ボックス2ボックスがいいかなと思います。なんでかっていうとカウンターロングパスだから、プレーメーカーとかよりはやっぱり2列目ボックス置いた方がカウンターでボール奪った時に上がってくんで、ここが、うん、だからまあ2列目かボックス置いてもらって、ワンパ持ちかスルパ持ち、まあ、これどっちか1個欲しいなっていう風に。で、まあ、OMF はカイハフェルズですね。まあ、ここワンパワンシュースルーパス。まあ、2列目置いてもらって、うん、前線の2トップですね。ジョアン・フェリックスと、
チーロインモービルということで、今回フェリックス SC のチャンメンにしないんですけど、うん、やっぱカウンターロングパスでみんな上がってくるんで、まあ、下がってくるか下がってくるよりかは、まあ、ボール奪ってみんなで駆け上がっていこうみたいな感じなんで、フェリックスで、まあ、片方はねやっぱりワンパススルーパー持ってる方が、あのチーロインモービルで簡単に横に流した時にワンパススルーパーの、ワンパでスルーパスでこうピシッて通していけるパスがあるんで、まあ、ジョアン・フェリックスを置いて、1枚は、ワンパとワンタッチシュート持ってるラインブレーカーの選手ですね、まあ、インモービルがいいんじゃないかなといった感じで、まあ、ざっとこんな感じで組むんですけど、ベンチ見てみると、まあ、チャロフがいたりとか、あとはドゥパン・サパタ、サネ、まあ、この3枠、しっかりスパサブの枠、はい、置いておいて、まあ、サパタはね、本当ジョアン・フェリックスとか入ってワンパスルパの役割こなせますし、うん、サネもあの OMS 使うとかなりいい裏の抜け出してくれますし、でチャロフはやっぱワンタッチシュートとワンタッチパスあるん で逆足とかも結構蹴れるんで、うん、やっぱいいかなと。でアランはもうスーパーサブの枠で、カンテも完全にあのレナス・サンチェスのところで、まあ、レナス・サンチェスちょっと後半4なんでね、ちょっとそこら辺の部分が心配なんで、まあ、カンテという。でセンターバックの1枚はルーベン・ディアス、まあ、コアンディション安定で7あるんでハードプレス でバリオスが結構やっぱ良くて、 DMF のアンカーをカマビンガがね、不調とか絶不調だったらやらせつつ、そして、アスピリケーターのところですね、センターバックもまあ任せられるよということ。最後にちょっと IM のねゴリゴリの方見せます。はい、ということで IM のね、まあ、ゴリゴリの方なんですけど、まあ、こんな感じになっていて、これもですね、あのアイコニックのトーレスのところとかベッカムのところとかマルディーニとかところは、まあ、本当にレジェンドでも、いいかなということで、 IM じゃないと厳しい選手が、まあ、いるんですけど、それが中田プジョルかな。ここ2枚はやっぱ中田ちょっとレジェンドスパサを持ってなかったりとか、まあ、ネドベドワンパも結構あるけど、まあ、でもネドベドはまあそのレジェンドでもやれるのかな。できる、まあ、できる。ただ結構その4-3-1-2を、最近組むときに意識してるのは、あの中盤から上、はい、結構なるべくワンパを持ってたいみたいなのがあるんで、まあ、トーレスがねこの布陣だとあの1枚ワンパがないんで、ね、だからネドベドがもしそのレジェンドってなるんだったら他のワンパをついてる、ワンパスルーパス持ってる通常だったり、うん、FP とかに変えた方がいいのかなっていう感じはしますね。でベンチにいるのがジベドシーバなんですけど、まあ、今回採用してるのがやっぱカマビンガが結構5でね不調とか絶不調になるんで、まあ、ここはやっぱり絶対アンカー置いときたいんで、うん、ジベドシーバの B 工程のアンカーということで、まあ、ここ、ジベドシーバ入れて、まあ、レギュラーのところにですねキャンベル入ってると思うんですけど、うん、まあ、これは本当に調子の寄り切りで、普通とかだったら調子普通でバランとキャンベルだったらバラン入れちゃうんでっていう感じでね、うん、まあ、こんな感じかなということで、実際にですねこの後に、開幕のシーンとあとは攻撃のシーンと、そうですね、守備のシーンで、あとその守備のリトリートセーフティーのところであの失点してしまうシーンみたいなのも一応ちょっとまとめてきたんで、まあ、リトリートセーフティーっていうとね結構みんなどちらかというと使っているのはフォアチェックアグレの監督だと思うんで、ちょっと守備が嫌だなとか、うん、なんか、うん、使いづらいなって思ってる人もいると思うんですけど、はい、まあ、そういったのもねあの後々そうだね、あのちょっと紹介どういう風に攻撃して、はい、どういう風に守るみたいなのをね見せていけたらいいなという風に思います。さあということで開幕のシーンからまず見ていこうかなと思うんですけれども、基本的にリトリートセーフティーなんであの下がってきますね、みんな選手は、まあ、大体ねこう距離取ってっていう感じなんで、やっぱり相手のねこの開幕でガーッとくる攻撃に対してもちょっと下がり気味にね、そうだね、行くんでちょっと裏抜かれて、まあ、いい感じで入る、うん、っていうのを、まあ、阻止する、まあ、もちろんね そのカーソルをガッて下げることはね、はい、あのまあ、同じく必要ではあるんですけど、うん、まあ、やっぱりねフォアチェックアグレの時に比べたら格段に守りやすいかなみたいな。いや、やりやすかったですね。あのやっぱりねセティエンとか、まあ、それこそあの今ねサントスとかサントス高いあの使ってる時はよくあったんですけど、開幕やっぱりねどうしてもやられちゃうみたいなねところがあるんですけど、やっぱね結構防げた。20試合ぐらいやって2回ぐらいかな、2回ぐらいですね、本当に綺麗に行かれたのは、うん、まあ、なんかごちゃってたのはあるけど、ただ本当に綺麗に開幕抜かれたのはそのぐらいしかないと思うんで、うん、てか失点も4-3-1-2の中で多分一番少ないと思う。やっぱりねリトリードセーフティー その強みっていう部分で引いて守るんで、うん、そうそうそう、結構なんかしっかりした点か、あとはそのすげえ事故か、はい、なんかこういうね、まあ、これはすごい ね相手の方すごい上手いのが見てほしいんですけど、こう考えてて今これ最初中盤球したの、これ1個サイドバック飛ばしたんだよね、うん、でそこをサイドの膨らみを持たせてここに入れてくるっていうのはめちゃくちゃすごい、これは普通にうまいなと思った。開幕っていうよりかはなんつうんだろう、俺の引くのを見て1個飛ばしてっていう、そして間を作ってっていう、すごい相手の方のいいプレーだったなっていう。あれはもうあの選手の走り込みもね、そうめちゃめちゃうまい、あれは、まあ、ああいうね形になってしまったらしょうがないかなと思うんですけど、あれもね結局成功する場合としない場合が結構あるんで、別になんか統計的に見れば、うん、あの全然守りやすいのかなっていう感じです、ね、まあ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 、そうだね。
で、攻撃のシーンですね、ここから。攻撃は、まあ、主にこんな感じで、やっぱりこう幅を使いながら、で、マルディンがいるんで、マルディン経由して当てる。そして入ってくるんですよ。こういう風な感じでね。で、トーンみたいな感じで入ってくるんで、もう攻撃は、まあ、持ってポゼッションするっていうよりかは、奪ったらすぐカウンターっていうのが、まあ、俺もやっぱり決めてて多かったかな。ここら辺も奪って、ベッカも当てて、で、ジーベとシーバー、で、ホルランで行ってこっち。ここでトーレスちょっと溜めて、サイド、戻るとですね。ここ上がってくるんですよ。だからやっぱりボックスとか2列目とかの方が CMF いいかなと。まあカウンターロングパスだから、はい、そこら辺はね、結構上がりが期待できるっていうのもあるんで、まあハンドプレスとかでもまあそこそこ上がってくるとは思いますね。でここ当てる。で、これワンツイでながらね、攻めてくるんですけど、ここはワンタッチ、ワンタッチでもうズドンみたいな感じで、中盤3枚結構あのポジション取り近いんで、あの細かいね、パスワークみたいなのができるかなと。で、これ守備のシーンですね、ここ。リトリトセルティと見てほしいんですけど、やっぱ行かないんですよね。まず下がる。まずはその自分のやっぱりディフェンダーの一番気にするのは裏気にしてるんで、プレッシャーを入れない限りはワンツーであのパワーみたいなの抜かれることはあんまない、うん、っていうのが、まあ、リトリセルティの結構特徴ですね。まあどちらかというとパスカットっていうよりかは最後シュートを防ぐためのブロックみたいな感じで置いとくみたいな、そんな感じでねやってもらえればいいんですけど、まあ、結構今作でいうとね、そのまあシュートブロックの分ガッとその前に入るより、はい、まあ、相手が打ってくるところを立たせておいた方がまあいいっていう場合も結構あるんで、これね見てほしいんですけど、このムバップについてる選手が下がるでしょ、まずここまず下がるでしょ、ここで、ここでプレシージョと入れるの。でそのプレシージョの入れるところと入れないところっていうのが、まあリトリの選手はちょっと考えないといけないんですけど、これがでも噛み合ってくると本当失点とかは、あとその単純なあのワンツーとかでの失点っていうのは減ってくるんで、うん、ぜひ実践していければなと思いますね。ここら辺もね、ジーベイとシーバー合わせながら3枚ブロックみたいな感じで、まあ、最後のところで打たせるんだけ足に当てないと、そうだ ねやっぱ多いかなって。これね、あの守ってからのいいカウンターなんですけど、ここでまず奪いましたと。で奪って立って当てて落とす。でもう一回当てる。でこれでベッカム上がってきて、サイドも上がってくるね、みんなね、ドベルトまで上がってきてる。でこっち使うと。でこれでベッカムで持っていって、サイドからえぐって中クロスでワンタッチ。こういうのも、まあ、やっぱりこういうのとかこういうのが多いかな。まあ、リトリートセーフティーの場合、相手をこうね、陣地に入れて引きつけて引きつけてって形なんでね、はい、カウンターもやっぱかなり多くなる。ただこれやられるシーンもあるんですね。そう、これね、あのリトリートセーフティーのちょっと悪いところがあって、あのやっぱり選手とちょっと距離感がめちゃめちゃ離れるところではあるんですよ。なんでちょっといけない時がある。だからその部分を見越して早めにプレッシーしないといけないんだけど、 そこは結構難しいっていうところもあるんで、結構なんかなんていうの、使いがいがあるというか、あのどん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 使い慣れていけば慣れていくほど、そのなんかレベルアップしていく感じの監督にはなるのかなということで、なんかフォアチェック飽きたなとか、なんか裏取られまくんなとかね、あとはその開幕めっちゃやられるわみたいな人は、このゼンガとかリトリートセーフティの監督を使ってみるのもありなのかなということで、まあリトリートセーフティだとこのゼンガ結構おすすめなんで、中にキュッとしてるタイプですしね、あの1個、まあ、なんかリトリートセーフティ使ったことない人の入門編みたいな感じの監督で、今ゲットできるはずなんで、あのしてみてほしいなというふうに思います。この中からぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。でしょー、さよなら。